こんにちは、MC の久保田です。この番組はワクセルのコラボレーターや特別ゲストをお招きしてお話を伺っていく番組です。それでは今回のゲストをご紹介しましょう。漢方薬剤師、そして心理カウンセラーの結城奈美恵さんです。結城さんは大学を卒業後、漢方薬局の会社に就職し、都内の薬局店の店長に就任されました。さまざまな経験をして、現在は新宿に漢方薬局と鍼灸院を起業してバリバリ働いていらっしゃる漢方一筋32年という、ね、漢方薬剤師さんです。どうですか、長いようで短い。そうですね、なんか波乱万丈だったので、人生3回ぐらい、今3回目ぐらいっていう感じですかね。その波乱万丈の結城さんの、ご紹介、こちらフィリップにありますので、1996年に29歳でベビーカーを押しながら女で一つで漢方薬局を起業されて、2001年に起業5年で漢方薬局を7店舗まで広げられました。96年から2012年まで16年かけて黒字経営を続けてきて、そして2013年に離婚をされて、会社をすべて手放して、なんとその後鍼灸学校へ、鍼灸師さん、アンマ指圧マッサージ師の国家資格を取得。その後2015年漢方薬局と鍼灸院を再起業されたと。とても短く紹介しましたけどものすごい波ありっていう感じがしますか。あ、そうですね、はい、これ一言では進まね、終わらないような気がしますけど、す、ね、まずちょっとこれ気になったのは、96年に29歳でね、まだお子さんがちっちゃかった時にベビーカーを押しながら女で一つで、これはもう思い切ってってことでしょうかね、やってみようっていうのは。そうですね、まあ世間知らずだったっていうのもあったとは思うんですけれども、当時はすごく自分はやってやろうと思って始めたんですけれども、まあね、1996年の話だから、まあ男尊女卑というか、今よりも女性起業家はいなかったし、ちょっとそれも結婚してから起業するっていうこと、あと子供を抱えながら起業するっていうことが、ものすごく周りから見たらなんかふざけてるように見えたみたいで、相当な目に遭いました。でももう絶対にやってやろうという思いですよね。これもうベビーカー抱えて、なんか不動産屋さんもあったって。あ、そうですね。もう打たれれば打たれるほど絶対やってやるっていう気持ちの方がどんどん強くなっていって、半年間ぐらい、ずっと通い続けてたんですよ、いろんな不動産屋さんを。あ、ってことは半年間見つけられなかったってことですか。相手にされなかったっていうのが一番大きかったと思います。女性で一人でやるなんてっていう。あ、そうですね、なんかふざけてると思われたんじゃないですか。まあいろんな人たちにお説教もされたし。お説教おじさまたちに。あ、はい、やっぱりその時っていうのは、結城さん以外は漢方っていうのは男性の方が多かったんですか。あ、漢方というよりも、はい、起業、女性が起業するっていうこと自体、なんか信じられなかったんじゃないですかね、その当時の男性たちからしたら。かなり、はい、かなりの目に遭いました。でもなんかいい出会いがあってね、見つけられたっていうことを伺ったんですけど、まあね、最後の最後は、なんかもう絶対やってやるって、なんかひどい目に遭えば、なんかいろいろね、いろんな目に遭ったんだけれども、いろんな目に遭えば遭うほど絶対やってやるっていう、なんか絶対起業してやるっていう気持ち、ですね、なんかね、いろんな人にひどいこと言われたりとかするたびに、私何も悪いことしてないじゃないっていう気持ちがすごくなんか強くなっていって、なんか漢方をね、私いろんな人たちに知ってもらいたいんですけれども、その人のため、社会のためになることをこれから始めようとしてるのに、どうして何も悪いことしてないのに、どうしてここまでみんなからなんかこうひどいことを言われるんだろうっていう、なんか、それに負けちゃうっていうことが、なんか正義を捨てるというか、悪いことしていろいろ言われるんだったら仕方がないと思うけれども、これからなんか社会のために、になるようなことを始めようと思ってるのに、
なんか、これおかしいと思ってたら、まあ、最後の最後にご縁がつながったのは、まあ、とてもあの年配 の, あの不動産屋 の, あのおじさま、おじい様で、はい、おじい様で、その地域のためにやっぱりあの人と人とのつながりっていうのをすごく大切にされてらっしゃる方と、うん、まあ、つながったんですけれども、まあ、あのこの先もですね、あのすごくいろんな出会い、人に支えられて私、今の私があるんですけれども、なんかね、こうあの信念を持っていると、この中間層のすごくこうあの、ね、ちょっと地位のある人たちにいじめられたとしても、はい、その雲の上の人に出会えるんだなっていう経験を一番最初の起業の時にできた気がして、うん、それのなんか繰り返しだった気がします。だからなんか皆さんもですね、すごくあの仕事しててね、なんかあの夢をこうあのそがれるようなこととか、なんか経験とかがあったとしても、うん、なんかあの綺麗な部分っていうのをすごく、うん、あの悪いことしてない、してるわけじゃないし、なんか信念みたいなのを持っていると、なんかその信念が同じような信念を持っているその雲の上の人たちとふとなんか通じるようなことがあるんだなっていうのを、一番最初の起業の時にはそれを最後に今掴んだっていう感じでしたね、うん、でもよく耐えましたよね。やっぱそこまでなかなか言われて、ね、うん、もう無理かもって諦めてしまうがちかなと思うんですけど、うん、その雲の上の人に出会えたっていうのはやっぱり、それはもうゆきさんが信念を貫いて、うん、やられたから、まあ、夢を諦めないっていうふうなことは必ずなんか通じるところがあるのかなっていうことは、うん、あのその後もずっと何度も同じような経験をしているので、うん、まず96年にそういう思いがあって、うん、その後も、起業5年ででも最初1店舗だったのが7店舗まで広がったんですよね。はい、これもあの広げようと思ってたわけじゃないんですけれども、うん、なんかまあいろんなあの事情があってだったんですが、うん、まあ私は本当に人に恵まれてるというか、まあ、あの本当にいい従業員というか、でも仲間もやっぱり寄ってくる人もやっぱりゆきさんがそういうお人柄だから寄ってこられたのかなと思いますけど、そう言っていただけると本当にいつもありがたいなと思うんですけれども、うん、一緒に働きたいってあのおっしゃっていただける方があの今も結構たくさんいるのでありがたいなと思ってます、うん、でもやっぱり店舗が増えれば増えるほど大変なこともありましたよね。もちろんです。なのでその一つ一つあの人を使うってどういうふうなことなのかっていうのもとても勉強させられました、まあ、子供を育てるのとその人を育てるっていうことをつながってるところがあるんだなって思いました。子供って自分の思い通りに育たないじゃないですか。で、全てその存在を認めて愛でもって包んで、で悪いところもいいところも全部認めた上でこの子をどうやって伸ばしてあげようかっていう感覚が社員のいいところ悪いところを伸ばしていく感覚っていうのにすごく似ていたので、いっぱい教えてもらいましたね、子どもたちからは。はい、起業をされて、もう7店舗まで広げてきて、そしてこの2012年までに16年かけてじっくりと黒字、あ、もうずっと黒字経営を続けてこられたということですけど、まあ社員たちが頑張ってくれた、いやすごい、あの社員たちが頑張ってくれた本当に。なんか社員教育で気をつけてたこととかってありましたか、社員教育っていうのかな、気をつけて、まあ、あのその人が自分 の,、うん、あの持ってるもの、一人一人持ってるもの違うじゃないですか、それを最大限に活躍させてあげるにはどうしたらいいか、私はリーダーというよりもその土壌を作ってあげることが役割なんだなって思ってやっていたので、私なんかよりもですね、ものすごく才能のある社員たちがいっぱい入ってきてくれたんですよね。それがありがたかったです。はい、でそ の, あの例えばなんですけれども、はい、あの大学院で博士号を持っているような人とかですね、東大での人だとか、はい、あとなんか宇宙船を飛ばしてたようなものすごい人だとか、まあ、とにかくすごい社員の、うん、すごい人たちがうちの会社に入りたいって言ってくださるんですよ、うん、皆さんおっしゃってくださったのは仕事に集中できるっておっしゃってました。変な人間関係にあれこれこう、うん、あの惑わされることなく、うん、自分の才能をここだったら発揮できるんじゃないかっていうのを言っていただけたのはすごく嬉しかったと思います。まあ、本当に社員の人たちのおかげなんです。いや本当にでもそれはやっぱり集める力ですよ、ね、それでもう、ずっと黒字経営を続けてきてすごく順風満帆な気がするんですけど、
2013年に結婚されて、はいはい、でもう本当にその順調だった会社すべて手放して、はい、その後に進級学校に行かれたっていう、あ、まあ、あのちょっと重なってるんですけれども、はい、進級学校に行く、行か、行ってる、まあ、ほんのちょっとの途中で、まあ、全部手放すことになったんですけれども、まあ、手放すというか取られたというか、これは伺ってもいいでしょうか。まあ、男尊女卑のまんまずっとそこまで来てたので、うん、まあ、あのちょっとそうですね、うん、もう全部あげちゃったというか、うん、はい、あの自分もあの起業1回目もあの1回目ねやってるし、まあ、全部なくしてももう一遍やればいいやぐらいな感じでもう全部あげるみたいな感じなんですけど、いいでもそこから新旧の学校にやっぱり改めて勉強し直すって言いますか。まあね、あの新旧学校はちょっとあの恩師とのご縁があったんですけれども、はい、はい、なので人には本当に恵まれてるんですよね。恩師のもとで私が全部手放した後もその恩師のもとで恩師に支えられ、あの資格が取れてもう一遍再起業する気力まで持っていけたかなと思います。簡単に国家資格取得って書いてますけど、はい、そんな簡単なことではないと思うんですが、はい、海外にも結構行かれてましたよね、その時に。あ、そうですね、うん、離婚した後に結構海外と何か不思議なんですけれどもご縁があって、はい、かなりいろんな国に行きましたね。アメリカだったり中国だったり、ね、フランスも行ったし、はい、ベトナムも行ったし、うん、そうですね、フィリピンとかいろんな国に行かせていただくことが多くなりました。はい、海外に行くとこの日本の、まあ、西洋医学東洋医学との、まあ、向こうの使い方って違うなと思いましたか。あの全然違いました。あの一番最初アメリカに1ヶ月ぐらい暮らしてたんですけれども、あの妹がですね婦人科医なんですね、はい、それで、向こうの最先端の、病院のその、エリートのお医者さんたちといっぱいお話しさせていただく機会があったんですけれども、まあ、まずアメリカの最先端の医療っていうのは東洋医学と西洋医学もあの一緒なんですよね。なんか分かれてるイメージがどうしても日本は強いなと思うんですけど、向こうはもうやっぱり、はい、あ、クリニックの中にもう鍼灸科があるんですよね。へ、はい、っていうふうなこととかも、はい、まあ、あのフランスに行った時も、うん、あの日本の、ね、人たちアロマが好きで、はい、アロマの勉強をすごくされてらっしゃると思うんですけれども、うん、向こうのアロママッサージの人たちにあの指圧の指導をさせていただくっていうふうな、まあ、ツアーに私も参加したんですけれども、うん、向こうのフランス人の現地 の、 あのマッサージ師の人たちは日本の指圧ツボを一生懸命学ばれてらっしゃる方がとっても多いんですよね。フランス人、フランス人、そうです、はい、フランスの方たちすごくね日本の文化大好きなんですよ。日本人より知ってそうですね。あ、ものすごそうですね、うん、いっぱい教えてもらいました。なんか華道の先生とかにお会いしてフランス人の、はい、で、あの華道の歴史とか、うん、はい、柔道の歴史とか柔道の先生にもお会いしてフランス人の柔道の歴史とかう、ね、もう全然そうですよね、はい、いろんなことを、はい、それでなんかいろんな海外に行けば行くほど東洋医学ってこんなにリスペクトされるんだなっていうのは、うん、はい、感じましたね。はい、そして国家資格を取得されてから2015年に漢方薬局と鍼灸院を再起業されたということで、ね、一度起業をして大成功して、はい、そしてもう一度再起業、はい、これ結構勇気いると思うんですよ。あ、勇気いるんですかね。でも思い立ったらなんか何でもできそうな気がしますね。あの最初の起業の時、私あの家族6人養ってるんですよ。なので、はい、あの 一人で食べていくぐらい、あの最初の6人養うっていうよりはあの向こうの旦那さんのご両親も全員養っていたので、だからそれから考えたら余裕かなってちょっと思っちゃったんですけど、うん、もう全部失っちゃったから一人で気楽にやっていこうと思ってたんですけど、ありがたいことにね、なんかまたたくさん人が集まって、はい、来て、いろんな方のご縁で今、うん、はい、はい、あのいろんな人たちに手伝ってもらいながらっていう感じで、またちょっと成長中って感じですかね、うんうん、いや6人養ってたっていうのはすごいびっくりしましたけど、でもね、はい、お子さんを育てながらずっとこう本当に走り続けてこられたかなと思うんですけど、さっきね、あの社員の方を育てる、まあ、子育てみたいなもんだって言ってましたけど、結構お子さんからすごくいっぱい、あ、そうですね、学びました。私が会社をここまで大きくできたのは
まあ、あの実はですね、女性ならではの働き方をしたっていうのが大きかったのかなって思うんですよ。女性ならでは、はい、そうですね、うん、あの男性は男性なりのその仕事の仕方があるけれども、女性は女性なりの仕事の仕方があるって私は思ってるんですね。それは会社員の時から、はい、その売上、前代未聞の売上を叩き出した時も、うん、あの私にしかできない、女性にしかできない働き方をする、その男性と戦うんじゃなくてね、うんうん、女性の長所をこう自分の長所を出して働いていくっていう形がいいんじゃないかなって思っていて、はい、例えばですけれども、あの子育てをしながら会社を経営していかないといけないわけじゃないですか、うん、でね、ある時ね、あの夜遅くまでちょっと会議をしないといけなくって、はい、それで、すごく帰るのが遅くなってしまって、うん、あのなんか子供たちまだねちっちゃかったんだけれども、うん、まだ上の子が 小学校上がるか上がらないか、下の子も幼稚園上がるか上がらないかの時に、すごく2人だけあのお家に残してすごく遅く帰ってこないといけないっていう時があったんですよ、はい、でもものすごく心配で、それでなんか申し訳ないっていう気持ちで、家に急いで帰ったんです、うん、そしたらもう当然のように寝てたんですけれども2人とも、うん、それでなんかもう涙が出てきちゃって、私何のために仕事してるんだろうと思って、こんなに子どもたちを寂しい思いをさせて、なんかあの仕事をしてるって、なんか逆転、逆なんじゃないか、幸せのために仕事をしてるはずなのに、なんかその幸せをないがしろにして仕事を優先してるんじゃないかと思って、なんかすごくあの涙をためて、子どもたちがなんかあの2人で丸くなって寝てたんですね。それでそのそばに行ったら、お手紙が置いてあったんですよ、お子さんから。そう、子供から、うんうん、それで、あ、なんかもうなんか手紙が置いてあると思って、その手紙をパッて開けたら、ママ、いつも僕たちのために働いてくれてありがとうって書いてあったんです。わ、もう泣きそうですね。でも見てるんですよね、お子さんはきっと、ママが頑張ってもう泣いちゃって、それでね、下の子もね、上の子に言われて書いたんだと思うんですけれども、うん、下の子もママお疲れ様って書いてあったんですよね。すごい中をあのぐちゃぐちゃな字で、それで、そう、あ、なんか私は子供に申し訳ないと思ってたけれども、うん、その申し訳ないことをしてしまった子供からありがとうって言われてると思って、それでその時にその子供たちに、もう、ママはあなたたちに寂しい思いをさせてのお仕事は絶対しないってあの誓ったんですね、寝顔に、うんうん、そして、それまで夜に、やっていた会議を全部朝会議にしたんです。 あと、話したいことがあるって言われて、うん、夜のみに連れて行くんじゃなくて、うん、昼にランチをしながら話すっていうことにしたんですよ。でね、あのこれが逆にすごく良かったんです。時間が決められているので、みんなあの本当に重要なことだけ話す、うん、決められた時間内に、そして昼もダラダラするんじゃなくて1時間の中で、必要なことを話すっていうことで、効率がすっごく良くなったんですよね、だから子どものためにやったことが結果的にすごく会社を成長させるっていうことになったんですね。これあの子供をこのまま寂しい思いをさせて預けっぱなしで仕事ばっかりだったら、ここまで成長しなかったと思うんですよ、会社が。これがもう黒字経営に転じた。そうですね、いろんな効率を考えました。あの一緒にやっていかないといけないから、うん、どういうふうにすれば効率よくなるか、ここまでは自分はやる、ここまではもう人にもお願い任せるとかっていう、人に頼むっていうことも覚えることができたので、何から何まで自分でっていうことがなかったから、短い期間にものすごく成長できたのかなっていうふうに思います。逆転の発想ですね。